今日はレゴマインドストーム EV3 のサウンドメーカーを作ってみました。見た目はこんな感じです。このサウンドメーカーの仕組みは、ここについているカラーセンサーがこの色に反応して音を出します。出す音は色によって違います。そしてこっちはこのモーターを回してカンカン叩いてリズムよく音を出してくれます。それでは早速スタート。リディア並べ替えてみます。今度は赤も置いてみます。こうでいいか。いい感じの音が鳴りました。それでは最後にもう一度。みんなもマインドストーム EV3 に挑戦してみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。